よいしょっと。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、岡原でございます。さて、今日は11月3日何の日でしょう。そう、祝日、文化の日でございます。そしてコールオブデューティーワールドウォー2の製品版がいよいよ発売されたってことで、岡原も買ってまいりました、こちら。はい、ということで、僕はですね、前からゲオで予約しておりまして、今回は開封動画兼あとゲホ、僕前からね、ゲオで予約しておりまして、ゲオ限定版っていうのを買ってまいりました。何やらそのケースがついてくるっつうことで、そちらの紹介もできたらなって思います。ということで、早速開けていきましょう。はい、ということで早速ワールドウォー2の方からこちら。はい、ということでパッケージの方はですね、まあワールドウォー2でよく見慣れた、こちらのね、パッケージになります。うんで、一応予約特典としてはこんな感じのものがね、まあついているってことで、経験値が2倍になるのかな、こういったものが、ついております。で、裏側がこんな感じ、まあいつも通りね、キャンペーン、マルチ、あとゾンビの、まあ、紹介カットが1枚ずつ入っているって感じのものになっております。はい、でこちらがね、ビラが1枚入ってるんですけど、何かと言いますと店舗限定特典ということで、ゾンビカモフラージュっていう、まあ迷彩かな、迷彩があのいただけるっていうことでね、こちらになります。はい、まあ下の方はプロダクトコードであったりね、そういったものが書いてあるんで隠してあるんですけど、まあこういった感じの迷彩が、ゲットできる、みたいでございます。はい、ってことで早速中身の方ね、一応開封動画なんで、ご開帳していきたいと思います。で、まあセロファンを取りまして早速見ていきましょう。こちらです。あー、あかんあかんこれプロダクトコードで写っとるわ。はい、ってことでね、まあ見ての通りディスクがございます。まあゲーム全部そうなんですけどね。ディスクのデザインはこんな感じですね。このカットもね、以前もう公開されているんですけど、あー、これ使ったんだね、ディスクに。まあかっこいいと思います、これも。はい、ということで、まあ、プロダクトコード関連は全部ちょっと引っこ抜いたんですけど、あ、ん?これあれやわ。リバーシブルになっとらん、今回。では、今までさ、コールオブデューティーってリバーシブルのジャケットじゃなかったよね、多分。ちょ、待って。はい、ってことでみんな大好き、ブラックオプス3なんですけど、こちらだと、バカ、なんでアイダブ入ってんの?うん、まあ、これジャケット取り出したんですけど、裏向けると、せーの、ほい。でもね、単なる真っ黒だもんね。あ、じゃあ今回あれですね、結構パッケージにも力入れてんね。ってことで今回せっかくなんでリバーシブルのバージョンもちょっとやっていきたいと思います。はい、ってことでね、リバーシブルのバージョンこちらになります。ほい。なんかこれ雰囲気で撮ってすごいかっこいいと思うんやけど、下行くと本体ソフトウェアの操作方法はゲーム中の説明にて、ご確認ください。この一文入っちゃってるもんな。うんで、これ裏向けると、そう、注意書きになっちゃうんだよね。まあ右側はかっこいいんですけど、左側はちょっとダサいということで。でもね、なんかリバーシブルを採用してきたっていう点で、あのスレッジハンマーゲームさん、パッケージもすごい細かいとこまで力入れてるなっていうのをすごく感じました今。では今回の要、ゲオ限定版ということで、こちらのケース開けていきたいと思います。はい、ってことで限定版ケースがこちらになります。どうぞ。まあ一見パッケージとどこが違うんやっていう感じなんですけど、まあ後ろ側がまあシンプルな感じですね。で、パッケージ開いてみると、こんな感じになっております。中はこんな感じ。はい、ディスクを入れてみた感じはまあこんな感じです。で、こちら何がいいかっていうと、あのなんか素材がねいいんですよ。絶対これ動画じゃ分からんかもしれんけどね、なんだろう、カーボンなのかなって思うんやけどね。そう、僕最初ねこれ予約した時に、まあケースがついてくるってことで、せっかくやしと思ったんですよ。まあせっかくやし、まあケース付きで限定版でいいかなって思って、まあ正直ケースはなんか紙の素材か、言い方悪いけどチャッチーものかなと思ったんですよ。でもこれかなり重量感あります。意外とクオリティは高く重量感もあって、普通になんかデフォルトのパッケージよりも僕はこっちの方が好き。単純にシンプルやし、重量感もあってかっこいいし、なんかこっちで保管しときたいなっていう感じがありました。はい、ということで今回はこちら、コールオブデューティーワールドウォー2ゲオ限定版ということでね、ちょっとした開封動画、やらさせていただきました。いや、早速この後ディスクをね、PS4 にぶち込んでインストールして、次からは実況動画ね、やっていくと思いますんで、よかったらそちらの方も見ていただけると嬉しいです。ということで今回はこれで終わりたいと思います。以上、岡原でした。岡おつ、またね。バイバイ。